はい、皆さんこんばんは、釣り坊主です。はい、今恩田ふ頭に来ました。先にね、違うポイントちょっと2カ所ぐらい回ったんですけどね、店長も今エントリーしようとしてましたよ。店長のところね、ちょっと人が多かったんでね、俺ちょっとこっちに来たんですけどね。さあどうでしょうか。あ、待ってよ、ポイント入れるかな。こっちも人多いんかな。ここは人気ふ頭、恩田ふ頭です。はい、それでは頑張ります。おるんかな人。これですね、レインズ。これ初めて使います。ちょっとやってみます。はい、ゼログラヘッド。試したいわ。2本持ってきたね、今日さ。もう一個ね、これ。もう一個ね、これ。海太郎の、なんですね。サビキ的、俺がやりたかった。
これさすが、あ、釣れた、さすが海太郎、釣れた、ええ味や、よっしゃ、あ、味バサミ抜けてなかった、これいい味よ、お、いい味する、わ、これはいいや、わ、すごいな、見たのすごい、これすごい、いい味が出た、よし、はい、おいで、はい、おいで、食べ食べ、ほら、はい、食べ、うち早い、走って帰った、お、貴重な味を持って帰ったな、よし、はい、今ちょっと当たりがないんでね、場所移動しようと思って帰ってたら猫がいたんでね、猫に味をあげて、釣った味をあげたんですけど、その後立ち上がって歩いてたらライト落としてしもうて、海に水没させてしまいました。もうということで、もう今日は帰ります。痛いっていうか、高いものにつきましたね。はい、本日もお疲れ様でした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。味が面白いですね、店長。味が面白いですね。味が面白いです。最高です。味が一番面白いですよね、はい、店長。村さんからもらったワームです。でかいですね、それ。それ味ですか？尺あるかな？尺はない。尺はほど遠いですけど。